とにかくそういうわけで疲れているから、今日はもうこれで部屋で休ませてもらうよ。さくら、悪いけどマスターのところから救急箱を借りてきてもらえないかな。いいけど、私やろうか？うん、お互いにやるから大丈夫。周平、俺気になっていたことがあるんだ。なんだい？周平が俺を助けてくれた時、陸が手を貸してくれたって言ったよな。あれってどういうことなんだ？亮があの男に傷つけられている時、陸の声が聞こえたんだ。なんて？兄さんを助けてって。助けて、あの男を。亮を助けるのを手伝うから兄さんを止めてくれって。分かったって返事をすると、陸の感覚が俺の中に入ってきたんだ。気づいたら手にライターを握っていた。それでロープを焼き切ったのか。それってその霊が周平に憑依したってことなのか。おそらく。昨日陸の霊を見た時には俺への恨みで現れたのかと思った。でも直接陸の霊に触れて、俺のことを恨んではいないのかもしれないって思えた。どうして？陸は俺に助けてと言った。恨んでいる相手にはそんなことを頼んだりはしないだろう。確かに。でもあの男は俺を心底恨んでいる。助けてと言われてもどうしたらいいのかわからない。周平、それに俺はあの男を許せない。あの男は亮を傷つけた。もう忘れよ。だけど俺はもういい、忘れる。だからお前はあんなひどいことをされて許せるのか。許せないよ。あいつにされたことは許せないし、恨んでないって言ったら嘘になる。でもその気持ちを相手にぶつけてしまったら、それこそ
あいつと同じになってしまう。同じ？復讐は復讐しか生まない。それじゃあいつまで経っても同じことの繰り返しだ。だから誰かがどこかで許さなくちゃダメなんだと思う。だから忘れるのか。きっと陸もそれを望んでいると思う。とにかくこのままじゃみんな苦しいだけだ。だから怒ってしまったことを悔やむんじゃなくて、これからのことを考えていかなくちゃいけないんだと思う。亮は強いな。そんなことないよ。あいつを憎んでないわけじゃない。だからこそこの苦しみが解消された後、いい方向に物事が動かないと納得できないだけだ。周平と同じで、俺だって目の前にいる人を助けられないのは嫌なんだ。亮、今までいろいろと周平に助けられてきた。でも俺は周平を助けてあげられているか自信がなかった。どうして？周平はあまり悩み事を俺に相談しないから。それは亮に心配をさせたくなかったからで。うん、それは分かってる。だからこうやって話してくれて本当に嬉しかったんだ。亮、それでこれからどうする？これから？あの男のこと、さっきの様子を考えるとあのままおとなしく引き下がるとは思えない。確かにそうだな。あの男がもし再び俺の前に現れるなら、陸の気持ちをちゃんと伝えた上で説得したい。どうやって？あの男が弟のことを思うのは当然だし、俺のことを恨んでもあいつは救われない。だけど陸がそれを望んでいないことが分かれば、分かってくれるんじゃないかと思うんだ。聞き入れてくれるかな。わからない。でも何もしないで逃げるよりはマシだ。俺も協力するよ。ありがとう。頼りにしてる。だが
その前に撮影の遅れた部分を取り戻さないといけないな。みんなにも謝らないといけないし。本当に。とにかく今日は休もう。体は大丈夫か？手当てしてもらったから大丈夫。一晩眠ればなんとかなる。それよりも周平は？俺も同じだ。それじゃあおやすみ。おやすみ。ゆっくり休んでくれ。無理かもしれないな。撮影の再開前にみんなに謝りたい。撮影方針の違いでみんなにきつく当たってしまって本当に悪かった。改めて亮と今後のことについて十分に話し合いをした。もう昨日のようなことのないように約束する。だからまた協力をしてほしい。絶対っすね。昨日みたいなこともうごめんすから。本当にクリスには特に申し訳ないことをしたと思っている。許しますよ。だから頭上げてください。みんなもいいっすよね。確かに揉めるより撮影を始める方が先決だな。俺は本気だよ。周平。来る。
来るって何？今の風は？シュエ、みんなは一体何が起きたんだ？ほう、あれで倒れないでいるとは大したものだ。何者だ？ブロック。これはお前がやったのか？そうだ。お前、一体何をした？周平、大丈夫か？ああ、なんとかな。見えたからな。かろうじて避けられた。見えたって何が？あいつの攻撃。攻撃？一体いつそんなこと。強い風が吹いたようにしか見えなかったけど。なるほど。見えるやつと聞かないやつか。これは面白い。俺の質問に答えろ。何をしたと聞いたな。世の中にはお前のように見えるやつは大勢いる。その中にはそれを自分の意思で使うことができる者もいるってことだ。何の目的でこんなことをする？ああ、その前に昨日はうちのが世話になったな。あのスーツの男はお前の仲間なのか？仕事上のアシスタントといったところか。仕事？その仕事が君たちのせいで進まなくてね。だからその仕事とは何だ？
あいつはお前たちにこだわっているようだが、俺の本来の目的は君たちではなく、そこにいる御曹司君でね。御曹司、東堂のことか。お前、東堂に何の用だ。答える義務はない。だが、こちらの存在を知ってしまった以上、お前たちも生かしておくわけにはいかない。そうか、お前たちは逃げられる可能性があったのだな。それならば、こうするのはどうだ。どういうことだ。どうしたんだ、周平。リクがいる。そこに。リクの霊を呼んでどうするつもりだ。言っただろう。俺は霊の意志に関係なく、そいつらを道具として使役することができる。道具だと？そう。例えばこんな風にな。シュ…やめろ。何を。幸いその男は霊に対する感受性が強い。こうやって憑依させるにはもってこいだ。そんな。信じられないか。だが事実だ。俺はその霊を使役しているだけだ。現実にお前を殺すのは実体のあるその男。これなら俺がやったという証拠を残さず人を殺すことができる。やめてくれ、頼む。あと少しだ。お前が使役しているこの霊はお前の相棒の弟じゃないか。その霊にこんなことをさせていいのか。どういうことだ。
お前は口答えできる立場か。お前が自分の仕事をこなさないから、俺が片付けてやってるまでだ。お前も俺のやり方を知らないわけじゃないだろ。だが、俺の弟を殺しの道具に使うことだけは許さない。それなら、お前がやる。あ、大丈夫か、リョウ。周平こそ大丈夫なのか。リクの霊は離れた。すまない、抵抗できなかった。ちゃんと仕留めろ。言われなくてもそのつもりだ。初めからこうしていればよかった。やめろ。リョウ、周平は殺してなんかいない。あんたの弟が死んだのは事故だ。黙れ。周平が犯人だと言われても反論しなかったのは、自分なりに責任を感じていたからだ。助けたかったのに助けられなかったから。言葉だけなら何とでも言える。違う、そうじゃない。周平は誰よりも彼の死を悲しんでいるんだ。だからこんなのは間違ってる。こんなことをしても何も変わらない。周平を殺したってあんたの悲しみは消えない。黙れと言ってる。リョウの言う通りだ。こんなことリクは望んでいない。あの時俺はリクの声を聞いた。兄さんを助けてくれって言葉を。俺はその言葉に応えたい。何をバカなこと。弟がお前にそんなこと言うはずない。弟が言ったなんて信じられるか。そうだな。でもあんただってその男と組んでいるのなら分かっているはずだ、例の存在を。だから信じてほしいんだ、俺の、いや、リクの言葉を。
リクはあんたの話をよくしていた。兄さんは自分のために働いてくれている。だから早く自分の進むべき道を見つけて兄さんを安心させたいって言っていた。だから撮影に関わっているリクは誰より真剣だった。そして実際に自分で撮った作品を忙しい兄さんに見てもらいたいとも言っていた。どうして俺に？一緒にいられなくても映画を撮って作品を残すことができたら自分の時間を兄さんと共有できる。自分の思いを込めた作品を伝えることができ、あいつはそう思っていたんだ。そのリクがあんたが今しようとしていることを望んでいるとは思えない。だから俺に助けてほしいと伝えてきたんだ。もう遅い。弟がいなくなった時から俺の人生に何の目的も価値もなくなった。今俺に残されているのはお前たちを片付けることだけだ。逃げるぞ。周平、大丈夫だ。大丈夫って何が？これで終わりだ。なぜだ、なぜ引き金が引けない。一体何が？それはリクの意志だ。
何を言っている。その引き金を止めているのはリクだ。バカなことを言うな。あんたには見えないのかもしれないが、引き金が引けないのは事実だろ。だからって、そんなことを。弟のことを引き合いに出せば俺が尻込むとでも思っているのか。そうじゃない。俺にはリクの姿が見える。リクは、あんたが罪を犯すのを止めてほしいと思っているだけだ。お前がリクを殺したんじゃないか。お前を殺すのだって弟の恨みを晴らすためだ。それなのにリクが俺の邪魔をするわけないじゃないか。周平は殺してなんかいない。あれは事故だった。あんただってもう分かっているんじゃないのか。俺はあんなことをしたあんたに怒りを覚えている。恨んでもいる。許せないとも思う。でもこのままじゃあんたもリクも辛いだけじゃないか。辛い。二人して互いのことを思いながら伝わらなかった。思っていないのも同じじゃないか。確かにあんたは俺を信用できないかもしれない。だけどリクの言葉と気持ちだけは信じてほしい。あんたのそばにはずっとリクがいた。嘘じゃない。リクは今もあんたのことを見ている。死んで霊体になってもあんたを助けたいと願っているんだ。だから銃を下ろせ。俺は信じない。勝手なことをするんじゃない。そいつらを殺せとは言ったが、自分の命を落とせと言った覚えはない。
俺は。できない仕事なら初めから手を出すな。今度はその霊も邪魔はできまい。俺は確実に引き金を引く。亮！安心しろ。苦しむことなくあの世に行かせてやる。じゃあ